やばい、マステでメッキが剥がれてしまった。番じまして、模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はトヨタ 2000GT の10分の1スケール63号を組み立てます。こちらは探索団のアダワングマさんに送っていただきました。いつもありがとうございます。65号で完結なので残りあと2号となっております。最後までよろしくお願いします。探索のチャンネルではデアゴスティーニさんやアシェットさんの週刊パートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。なんか最後に近づくにつれ細かいパーツがいっぱいです。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーす。ちょい。今回はフードとヘッドライトをボディに取り付けるということで、51号で組み立てたフードもついてますけどね、これと58号で組み立てたヘッドライトをボディに取り付けます。作業自体は決して難しくはないけど、その後の調整作業がポイントになるので慎重に作業を進めましょうということで、これが左、これか、左フードヒンジ、右フードヒンジ、ヒンジです。それからこれがヘッドライト用のヒンジで、両面テープ、これなんだろう、これなんだって感じだけど、金属で硬いんだけど、あ、曲がるね、針金っぽい。ドアステップって書いてあります。変わったエッチングパーツっていうかな、これ。それからこれがフードクランク、こんな動きをします。で、これがファイナルファンタジー、これが駐車場、ネジいっぱいあります。はい、パーツは全部ありました。まずはこれドアステップなんですけど、こっちがザラザラしてるのが表面で、こっちが裏です。で、幅が広い方がフロントで、逆だった、狭い方がフロントで広い方がリアになります。で、この両面テープをこの裏につけます。はい、2本作りました。ドアを開けて、これどうやって開けるんかな、今はこうやって開けれるけど、完成したらどうやって開けよう。で、開けてこの土足のところにこれを貼ります。うわー、ぴったり。はい、できました。高級感が増しましたね。次にフードのこっち側に、左かな、左をこうつけます。合ってんのかな、反対もつけます。はい、ガタガタしなくなったら OK です。そしたらこれをこっちから合わせます。合わんね。
これで裏返します。これでネジ止めを 1,2,3,4 箇所するんだけど全然合わない。逆とかあるんかな。なんで？はっ、やばい、マステでメッキが剥がれてしまった。これなんかシール貼ってたんだっけ。あっ、ちぎれた、ガーン。これ塗るしかないな。これなんかシール貼ってたんかな。しまったー、ショック。ちょっとこれはなんとか、もうこれはなんか塗装します。ガーン。気を取り直してちょっともう一回ひっくり返してみます。全然合わないね。L と R 間違えたのかな。ちょっと R をこっちにしてみます。なんかこれっぽいな。お、あった。こっちが右でこっちが左なのか。これも取れておる。これもひっつけよう。これをこう開閉させてみて緩すぎたらもうちょっとここを締めるらしいけど、もうこんなとこから締めれんけん、もう一回これ外して締め直さんといけん。ガーン。これはだいぶ緩くしたけんな。ちょっともう一回やるか。お、いい感じ。よし。次にこのヘッドライトをこうか、こうして目を閉じます。このもうすでにスポンジがついてるんだけど、これを L をこことここにこうつけます。で、ネジ止め、よし。反対も R の方をここにネジ止め。なんかすごい無理するな。
割れそう。こんな折り曲げていいの？割れそう。あ、やばいな。割れるなこれ。あ、待って、向きが違ったか。こうか。全然違った。できた。はい、この4箇所ネジ止めして、これがちゃんと保持できるか。さあ、運命のヘッドライト。はい、いきます。せーの、パカッ。おー、保持できてる。素晴らしい。じゃーん、リトラクタブルヘッドライトできました。すごい、ちゃんと上がっております。おー、こうやって見るとかっこいいね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。今回はちょっと残念ながらここが剥がれてしまったんですけど、あ、ここも取れちゃった。ここもちょっと、これは後からつけます。とりあえず今回はこのヘッドライトがウィッと上がるのがメインだったので、これが問題なく上がってよかったです。それでは次回の64号はエンジンコンパートメントとダッシュボードをボディに取り付けます。お楽しみに。完成まであと2号です。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録といいね評価、そして最後まで、完成まで応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん、また見てね。合体楽しみですね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回もタンサックの動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルでは、デアボスティーニアアセットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。